万家の本家の本間の貴族の半間岩先生です。人間たちのね、総理大臣とかノーベル賞とか、大きい会社の経営者とかですね、これ全てね、僕はやってるんだけどね、人間たちは全て、あと天皇とかイギリスエリザベス女王とか王とか世界の王とかね、私が本物なんですよ、全部ね。経営も私が本物で全てやってるんだけど、人間はね、全員詐欺でね、自分がやってるっていうふうに出てるだけで全部嘘なんですね。世界中の総理大臣も大臣も世界中の役所も詐欺やってるんで嘘なんですね。私一人でやってるんですね。大きい会社の経営者もね、私が全てやってます。で、私が裁判官も私が地区上の裁判官全てやってるんですね。人間たちのは全部偽物をやってるんですね。ということをよく注意していただきたいですね。人間って知能は低いんですよ。それでね、台本で用意しておかないと話したり聞いたりするようなことができないんですね。義務教育もテレパシーでカンニングしないと許可は下りないし、ちゃんと覚えることは宇宙の生命体でまで許されてないですね。放棄はできてないから。だから全部インスタントでね、学校卒業してるわけで、実際は卒業できてないんですね。ちゃんとできますよ。だからインスタントで、またテレパシーでカンニングして難しいことをね、訓練すればできるわけですね。人間は全くパークリンなんですよね、私以外の人間はね。ということで、世界中の総理大臣、また世界中の大きい会社の経営者、全部偽物です。私がやってます。悪いのはやってないけどね。で、人間って知能低いから、その大きい会社で経営しちゃうと逆なんですね。潰れちゃうんですね。間違いが多すぎて 100% できないんですね。ということで、全て私の頭から聞いてね、盗んで経営やってるわけですね。自分が経営してるって大きい会社だね、言って役員が名簿に載ってるわけです。地球上の良い会社、大きい会社ですね、役所、良い役所は全部僕がやってるわけです。これね、よく知っていただきたいですね。で、今投資なんだけど、いろいろ分析してます、仕事でね。これはね、保安が取れればある程度学位があると稼げます、たくさんね。保安だけですね。まあそんなことでいろいろと教えてます。どうもありがとうございました。半間岩先生でした。